松浦国は、儀師和神殿や、領書、北浦国殿で記述されている国の一つであり、儀の使者が、津島、儀を経由して、本土に最初に上陸する和の地である。松浦の恩赦とする説が有力。松浦国は、音の近い松浦地方の旧非全国佐賀県から津市に、名畑遺跡、松浦川や半田川、浮川の流域に桜馬場や、 浮き組みたなどの遺跡があるため、これらが中心領域に含まれていた地域と推定する研究者が主流である。東松浦半島北端にある呼ぶ子からは、域まで約28キロ、域と津島の間は73キロ、津島と韓国の巨彩島の間は約75キロあり、儀式和人伝の記述では、それぞれが千里となっているため、域からの距離の整合性を重視し、 現在の長崎県佐世保市、福岡県福岡市、宗形市、音楽郡などと推定する研究者も少数ながら存在する。広さは立領制の郡、または数郡程度であり、一つの政治勢力が形成されていたことがわかる。なお、東松浦半島北端にある呼子には、立領制下においても、登る望む駅が置かれ、 大陸との交通の拠点になっていたが、ここには、史跡墓から、史跡亀館、亀館馬艦、馬式石棺を経て廃石墓に至る、推定前8から7世紀から2から4世紀の連続死体石が残されており、抜死を伴う、縄文形質の人骨が出土した点でかつては話題になった。義手話神殿や北手話国殿には、松良国に至るまで、次のように書かれている。 義手は神殿には、次のように書かれている。有四千天0浜三階居。草木防勢、行不未前人。候補行不具、水なし神、朝、海沈没種の。四千横あり、三階に、浜いており、草木防勢していくに前人を見ず、好んで、両不具を捕らえるに、水新鮮となく、皆沈没して、これを取る。 先に行く人が見えないほどに生い茂った吉原をかき分けて進んだ。そして住民は、会人として魚やフグを取っていた。縄文番期弥生時代前期より中期にかけての集落で、貝塚が存在し、縄文番期より弥生前期には、後輩の山上に、史跡簿を営み、弥生前期から中期にかけて、平坦部に亀冠墓を作っている。 129個が調査され、これまで150個が出土している。この中に、小2カメカンを少なからず含む。このカメカン墓から、多中細分鏡1、細型銅犬9、細型銅穂5、細型銅犬に銅釧城曲がり、ガラス下玉、ガラス小玉などが検出された。現在、京地区は、大陸白菜の青銅器が、日本で最も多量に発見されている。 この遺跡は、唐津市の平野町と山下町の中間にあって、唐津市街地の北の砂丘地帯の西南に所在する。この遺跡の亀館は、弥生時代後期のものである。1945.1946年に、岡崎隆史が、1955年に、杉原翔介がこの遺跡の調査や発掘を実施している。百四十四年防空壕の工事中に、 愛口の亀缶が掘り出された。その中から、放角菊子人鏡二面、夕張り、洞窟城鉄刀、ガラス小玉、洞穂子などが発見されている。人骨も出土したようであるが、埋め戻されている。これらに、異物は、現在は、佐賀県立博物館に所蔵されている。1955年には、石蓋の亀缶、三種の土器が発掘されている。 岡崎隆史、田中西文京から津市浮組大石。岡崎隆史、鏡、道城路、共方道木から津市桜庭梅石。神帝義師は神殿、五漢所山和殿、僧女は国殿、随所は国殿,は国殿中国戦士日本殿、石原道広編役岩並文庫 P39 から54、北氏は国殿原文、岡崎隆史。 騎士は人殿の考古学級周辺第一処防2003年、ISBN4 から804207511。ありがとうございます。